昭和25年、世の中は回復に向かっていました。人々の表情に明るさが戻ってきました。微笑みさえ戻っていました。この頃から歌謡曲にも西欧的フィーリングが取り入れられてきました。赤い靴の単語、奈良光江さんです。誰が赤せた赤い靴よ、涙知らない音なのに、嘆きを誘う。花よ。